お話し会とは違う服。お話し会のあれはね、お借りした衣装だけど、これは自分で買ったやつ。別のやつなんですよ。ありがとう、プレゼントのやつ。ありがとう。ヤギ、ヤギじゃないです、さすがに。さすがにヤギではない、これ。ヤギやばい、これ。ピアスでもこうやって近く行ったら、か、すごいさ、鏡みたいな反射しちゃうんだよね。向こう側が見えちゃうから。そんな見せれない。反射しちゃうんですよ。さっきまではなんかお笑いのやつ見てた、テレビ。ありがとう、たくさんプレゼント。遅いか。ありがとう。あ、そう、文字が書いてある。多分ここのお店の名前だと思う。多分見えないけど、自分じゃお店の名前が多分入ってる。クリスマスギフトイベントいつまでね。明日まで。うん、明日までだ。明日まで。そしたらスカートなんですけど、ちょっと配信では見えない。画角的に履いてるけど履いてるけど。皆さん今日はお話し会だったんですよ。楽しかった。ありがとうございました、お話し会。楽しかった。明日もだけどね、明日もある。最初の3対1お話し会、そう、お話し会できないです。あの、お借りしてるやつだからさすがに持って帰れないです。借りてるやつ。明日の服をどうするか迷ってて、私服を着るか今日着たやつを着るか、これを着るか。みんな何がいい？話し会、いや、この格好ではない。これとは別の衣装、衣装を着た。こういうコスプレって感じじゃなくて衣装。どうしても衣装は借りることはできるの？え、今日着たやつか、それか何パターンかってさ、あの衣装も、それをどれかお借りすることもできると思うんだけど、どれがいいと思う？トナカイ、トナカイない。持ってない。私服かクリスマスの衣装をお借りするか、これどれがいい？迷ってる。私服だったらなんかチェックのワンピースを着ようと思ってて、ワンピース迷ってる。何しようかなみたいな。私服がいい？私服にしようかな。じゃあ そう、またね、衣装を借りすることもできるの。違う形のタイプ。今日はなんか肩が出てるタイプのやつだったんだけど、それとは別のやつをお借りすることもできると。私服の方がみんな最初がいいって言った。私服でもいいなみたいな。長い髪いる。私服が多いのかな。でもどうだろう、私服、私服
ごい、私服にするじゃん。どうだろう、握手会の時は衣装とかな。握手会の時はクリスマスの時は衣装があったよ、今日みたいな感じで。クリスマスの時でもクリスマスの握手会私出たことなくて、そうクリスマスの声出たの初めて。こういう衣装があるクリスマスの、なんか普通の善悪とかじゃなくて普通のさ握手会、握手会とか出たことない、初めて。もう一つのサンタどれだ、お借りするやつ、それともこれ、これは自分のな、だからこれ持ってて着るのもできる。うん、主婦の多いのかな、わかんないよ、どれがいい、みんなみんな私服か、またあの今日とは違うタイプのクリスマスの衣装をお借りするか、これを着るか、三択どれがいい、クリスマスっぽい私服。私服はでもなんかチェックの、でもクリスマス感がそんなにあるかわかんないんだけど、なんかワンピース、クリスマス感あんまないかもしれないけど、チェックのとりあえず茶色、茶色みたいなチェックのワンピース私服だったらそれ着ようと思ってて、わかんない、でも買えちゃうかもしれない、もうちょっとなんか冬っぽなんかそういうのにみたいな。それか今日とは違うタイプの、今日着てたあのお話し会で着てたタイプのクリスマスの衣装じゃない、違うタイプの、他のメンバーが着てたタイプのやつとかの衣装着るか、これを着るか。でも私服が多そうだね、私服が多そう、じゃあ私服にしようかな。私服が多い多分。もう一個のサンタ、もう一個っていうか何個かタイプがあって、その私が今日着てたのが肩が出るタイプのサンタの衣装で、サンタクリスマスの衣装、サンタなのかなあれ、わかんない、クリスマスの衣装で、例えばあと誰が違うタイプ、レイちゃん、藤園のレイちゃんの方のレイちゃんとかは私と違うタイプ、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、いろんな何タイプかあって5パターンぐらいあるのかな、何種類かあってね、だから他のメンバーが着てたようなやつを着るか、それを着るかこれを着るかみたいな、サンタだったらサンタ、クリスマスのなんかこういうやつだったらサンタみたいな、これかその衣装さんにお借りして、それを借りるか、どういうことに着替える、結構ねそんなに時間ないかもしれない、そんな着替える時間、そんな気が移動して着替えて移動だからあんま時間ないかも、その部ごとに着替えるような、目に500円玉つけて、やばいやばい、500円玉じゃないよこれ確かに大きいけど、500円玉ぐらいのサイズあるけど、500円玉じゃない、違います、あの TikTok は難しいの？ん？どういうこと？衣装？衣装のこと？でもみんな私服がいいのかな？私服がいいんだったら私服、私服の方が多かったよねコメントみたいな、私服にしようかな、それなら嬉しい、
ミニサイズ。ああ反応しないんだよね、なんか普通にやっててもなんか反応する時もあればしない時もあるみたいな、難しい、分かんない、なんかどの基準で反応してるのかが。で主翼の方が多いよね。主翼にしよっかな。じゃあ今のところチェックのワンピース着る予定だけど、もしそれより無さそうなのがあったらそっち着るね。え、どうなんだろう、他のメンバーも明日私服なのかな、着るのかな、みんな明日は着ないのかな、わかんないよ。このメンバーはわかんない、みんな私服かな。明日は3て着るって言ってるかも、私服って言ってるかも。あーそうなんだ、結構半々ぐらい。こうなったらハロウィンでしょ、ハロウィンやばいでしょ、なんか違いすぎん、それはそれでだいぶ遅れてる。メンバーに、普通に主役、今日はね、ほぼほぼのメンバーが。サンタの。来てた。主役来てたメンバー。多分ほぼほぼいないと。ぐらいだったから、あれだけど。人は。半々ぐらいなのかな。知らないけど。年内会うのは最後のメンバーも多数か、年内会うのは最後のメンバー、あーどうだろうね、他のさ8以外の最後そのフレッシュコンのメンバーとかはもしかしたら会うかもだけど、そのレッスンとかでかぶってってか、そのなんか入れ違いでみたいなかもだけど、確かにチームメイト以外のメンバーは最後かもしれない、もしかしたら先輩とか。エイトのメンバーはねレッスンがあるから会うんですけど、今日お昼にチキンやケーキ、チキンとはケーキはね、そう差し入れであって食べた、チキンとケーキっていうかアップルパイ。私あとさっきケーキ買ってさ、しっかり食ってきて、ここに置いてあるんだよね、いつ食べよう今日はめっちゃ長く配信する予定、切れるまでやろうかなって思ってるぐらいシールまでたまだに、そうだよ、めっちゃ長くしようかと思って、配信が切れるまでね明日は朝早い、今日と変わんない、今日はそんな遅いわけではないけど、遅いわけでもないけど、そんな早朝ってわけでもない。メールはねもう送った、配信始める前にも送ってきた、今日はもう長めにしようと思って、なんかいろいろ投稿して SNS 投稿してメール送ってってした、全部終わらせてきた、大丈夫だか、
そう、チキンもさっき食べたんだよね。持って帰ってきてチキンを食べた。やっとクリスマスらしいもの食べた。お昼はカレー食べたの。ご飯お弁当で。あとは配信して寝るだけ。配信して、でまだ他にしないといけないことあるから、エイトの日のその練習とかもちょっと軽くしときたいから、そんな長くやんないけど、明日お話し会だから。あんだけで食べてた、あんだけで食べてた、何を食べてた、私分かんない、なんか食べてたっけ、何カレー。なんかいろいろあったけど、チーズのカレー選んだ。チーズカレー。その格好で、いやこの格好でしない、さすがに。やばい、めっちゃ浮かれてるやつ。クリスマスだから休む、クリスマスだから休むもないね、特に。そう、近いからさすがにやらないと。え、いつ食べよう、ケーキ。10時ごろ、あとちょっと。10時ごろだったか、そこに置いてあるんだよね。ケーキの友のドリンク、ドリンクはね、オレンジジュースはあるけど、でもコップには水入れてる。今日ね、そのジュースが置いてあって、そのペットボトルにさ入ったやつがさいっぱいあってね、でラベルがさ全部取られてたから、そうオレンジジュースとかまあわかるじゃん、大体さボトルの形とかさ、それちょっと形が違うタイプのやつだから色味とかでわかるけど、あのなんかね、カフェオレみたいな色のやつがあって、カフェオレかなと思ってさ持って帰ったらミルクティーだった。そう。飲めない。ケーキはもう、ケーキはね、もともと切ってあるやつあるじゃん、切ってあるやつ、あれ。ミルクティーだった。いやなんか持って帰ってる途中で、あこれもしかしてミルクティーかなと思って開けて、あ匂いで、あミルクティーだ、開けただけ。そう、めちゃくちゃカフェオレに似てるじゃん色、だからカフェオレかと思ってた。ミルクティーだった、飲めないんだよね。匂いで無理だった。そうめっちゃ似てた。わかんない、見た目じゃわかんない、ラベルがないと。そうだから飲めないでいる。開けて匂い嗅いだだけっていう。ひなこに、ひなこ確かに、でひなこ明日いないんだよね、お話し会今日だけなんですよ、ひなこちゃんは。そう明日いないの、今日はいたけど、今日はあったけど、今日気軽に久しぶりに会った。髪切ってた。え、長かったよね、卒業した時だよね、なんか短くなってるって思った気がした。そう、雪丸も見たんですよ。雪丸明日もいるんだよね。雪丸は明日もいる。久しぶりに会えた、めっちゃ久しぶりになった気がする。だって卒業公演の時に会えなかったから、
最後にやったの本当にいつか分かんないけど、エイトのさ8月にあったさ、あの延期中止延期かななっちゃったけどさ、その時のエイトの日のレッスンが最後多分。だからめちゃくちゃ久しぶりに会った。なんかさ見えないよね。なんか。違う、難しくない？こうさ、こうしたらさこうあんま見えないからさ、こうなんか白しか見えない。難しい。え、今日もさずっとさそんな感じだったんだよね、衣装。そう、帽子もそう借りてたやつだったから、あれもっと柔らかい素材だったからね。そう、どうしたらいいか分かんなかった。難しかった。すごい微妙な長さだから、すごい肩から落ちちゃう。そのさんと一緒どこで、これはネットで買いました。ネットで買った。全身写真、あ、インスタに載せたのが全身かな。靴はねちょっとね自分で履いていったやつだからね、すっごい合わないやつを履いてたから靴まで写る写真はないんですけど、インスタに載ってる全身衣装が見える写真は。今日は何割ぐらいの、え、9割え、その主役のメンバーの方がねほぼほぼいないと思うの。ほぼほぼサンタあのクリスマスの衣装みたいな、みんなそう。トナカイさん今日はいたっけな。今日はいなか、見てない気がする私は。いたのかな。わかんない。なんかその部が違ったら会えないから。被ってなかったら会えないから。いなかったと思う。私が見た中では。いなかったっていうか私が見てないだけ。わかんない。言ったかもしれないけど私は見てない今日。ずっとメンバーがいるわけじゃないからすれ違いとかなって。あ、とケーキ食べようかな、忘れてた。持ってこよう、ケーキ持ってくるね、そこに置いてある。ジュースにしようかな、ジュース飲もうかな、ペットボトル。やばい、引っかかった。オレンジジュース、このオレンジジュース好きで、ケーキはなんかチョコのケーキなんですけど、取った方がいいね。
え、なんか汚れそう置いたら地面床に置いたら。ティッシュ何置いたか。オッケー。意外と大きめ。いやそんな大きくないな。いやまあ全部大きくやるんだけど、正面で見せたら。普通にさスーパーとかさ、コンビニとかで売ってるさ2個入りのケーキあるじゃん、あれです。言うてもそんな大きくないやつなんだけどな。チョコのケーキ、ショートケーキもあったけど選ばなかった。甘そうだった生クリームが。そのサイズ、普通に2個で売ってるやつあるじゃん、コンビニとかスーパーとかで2個セットのさ、わかる？あれ、あの大きさ。多分ケーキ屋さんとかのケーキの方が大きいぐらいの。やつです。いや2個は食べない、もう1個はもうしまってある。食べます。今日はクリスマスだから。そうそう、2個のやつ、2個セットみたいな。うまっ、おいしい、めっちゃおいしい。絶対こっちの方が好きです、ショートケーキより。チョコついちゃいそう。レモンあるよ、今飲もうと思ってた。いやコップもあるんだけどさ、コップね今水入れてるから結構入ってる。飲みきれるじゃなかった。水入れてて薄抹茶を入れた。帽子が取れそう。ケーキならチョコが一番、チョコが一番、うーん、タルトが一番好きかな。これはね、どんぐらいのボトルだろう、でも500もない、ちっちゃいやつ。チョコの生クリーム、チョコの生クリーム、チョコのクリームはいける。なんか生クリーム普通のやつの甘いやつがあんま好きじゃない。そんなに甘くないやつは普通に好き。でも甘さによってって感じ。なんか生クリーム自体がってよりかは甘くなければいける、普通に味は好き。甘いとなんか食べれるけど好き、なんか最初はいけるけど、なんか途中ですごい飽きてきちゃう、もういいやってなっちゃう、食べれないってなっちゃう。ポンジュ、あ、これ多分ポンジュさんだ。そうだからこういうさ2個ねとかね、ショートケーキ絶対買わない、あんなあんま好きじゃない感じだから。コップがあればいいんだろうけど、コップが今ないのに。いや扉の向こうにあるけど、ここが扉なんだよこれ。いや開けれない。ここで話しちゃってるから。水を飲み切るかこのものか、水ちょっと結構入ってるからもう諦めた。飲むときめっちゃ取れそうになる。そう扉なのこれ。
取りに行けないから違うコップ。ちょっともうそのまま飲んでます。モンブラン、モンブランいいね。モンブラン、モンブランあったら買ってたかも。なかったのか。チョコとチョコのチョコのやつとショートケーキとなんかバスク風チーズケーキみたいなと分かったけどか。なんか一個あった気がするけど覚えてないもん。なくてそれしか。だからそう、でもなんかチーズケーキっていう気分じゃなかったの今日は。なんか普通のケーキを食べたい気分だった。チーズケーキってより、そうだからチョコにした。プリンというのは、なんとかプリン、なんとかプリンってなんか全部食べれる。え、余裕だよ。だってえ大きくないもん。いや大きく、なんか配信で大きく見えたのが分かんないけど、え言うほど大きくないです。その2個セットで売ってるあのサイズ感のやつ、そんな巨大なやつじゃないから。普通のなんか大きさのケーキ、普通の。マジで普通の大きさ。なんでだろうね、画面こうなんかさ、画面通すとさ全部でかく見えるんだけど、そんなでかくないのに。フォークもでかく見えるね。これ普通のさケーキ用のフォーク、あのでっかいフォークじゃない、パスタ用とかのケーキ用のちっちゃいフォークなのにさでかく見える。なんかパスタ用ぐらいのサイズに見えない、ケーキ用のやつ。メンバーとプレゼント交換、クリスマスにしたことない。誕生日とかならあるけど、互いにプレゼントあげたりとか。うん、普通のサイズに見えるよね、本が。そもそも普通にケーキ用のちっちゃいやつなんですけど、デザートよ。やばい、ココアパウダーを踏んでしまった。ココアパウダー飛ばしちゃった。後で取っとこう。ちょっと奥に集めて、服についちゃう。ごめん、ココアパウダーが飛んだ。よいしょ。危ね、危ね。
飛びそう、また怖い。ラスト、ちょっと待って、めっちゃ食べづらい刺し方しちゃった、めっちゃ食べづらいこれ。やばいやばい、飛んでく飛んでく飛んでく、ちょっと待って、すごい、ちょっと待って、ちょっと待って、分けよう。ちょっと待って、これやばい、もう食べづらい刺し方しちゃった。ラスト、うん、美味しい。タワー見て、待って待って、ちょっと、よし、ちょっと待ってね、ちょっとこんな押してないから大丈夫だよね、ちょっと待って。でもあとホワイトボード持ってくる、落ちてないよね、服汚れちゃうから、ココアパウダーだから。待って待って、よいしょ、ごちそうさまでした。ちょっとホワイトボード持ってきますね、よいしょ。リプチタ、博多割り方もアットマーク強化ガナさん、タワーありがとうございます、ありがとうありがとう。過去昨日緑です、え、でも赤で描いたらそうなんだよな、なんかなんか赤でクマ描くとなんか怖い怖い、赤、緑、青、青、青に、でも緑の方がクリスマス感ある、緑にしとこっかじゃん自己解決しちゃったあ、やばい、落ちた、よいしょ、あー、こう、ね、よし、あ、帽子はく、あ、そうや、帽子は隠したらいい、ちょっと待って、なんか文字がちっちゃい、もう一回書こう、なんか文字、から書きすぎたなんかなんかヘッドクソなんだけど今日、文字なんか、もうこれくらいから書けばいいか、よいしょ、くまちゃん、帽子はかくね、なんか鼻でかい
コーラみたい。ちょっと今日帽子赤く、あ、赤で赤か、これも全部赤でいいか。よいしょ、映るよね。さらに OK、映る。ちょっと緑が混ざっちゃったかも。あ、クリスマス感出た出た。クリスマスっぽい。よし、クリスマス。あ、ポケット。ここか。よし。タバリガタマンアットマーク、キョコグナさんタワーありがとうございます。ちょっと名前ちっちゃくなっちゃったかも。あの、こう見るとちっちゃいの。あれ赤くした。え、昨日よりかはクリスマス感あるよね。なんか目の大きさ違う、なんか薄いのかな、なんかちょっと濃くしてみる。なんかさ、これでいいんじゃない？あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ね、クリスマスっぽいよね。赤にしただけなんですけど。よかった。無事クリスマス感が出てよかった。ありがとうございます。それリップ塗ろうかな。待って、リップ塗ろう。の色がない。さっき食べちゃったからさ、ケーキ。リップ塗ろう。ペンしまってリップ塗る。今日さ、リップ買おうと思ってたのにさ、忘れてた。絶対売ってる場所に通ったのにさ、めちゃくちゃ忘れてた。買おうって思ってたのね、そこに着くまでは。あ、そ、あの、売ってるような場所と通るから、近く通るから買おうって思ってたらさ、忘れてた。普通に通り過ぎてしまった。リップ持ってこうよ。リップもそこに置いてきちゃった。持ってくる。今なくなってきててさ、そう、でも今このリップがすごい気に入ってるから、このリップを使いたいのに、そう、もうちょっとでなくなるからさ、買わなきゃダメ。そう、これは今気に入ってる。そう、同じの買う。この色が可愛い。でもあんまないんだよね、今色な、入ってない。あ、ありがとう。なんだっけ、あ、プレゼントのやつ出てこなかった。すごい。で、内側がところだけついてる。取っちゃおう。リップ外側がで、最初から塗りなぞ。 OK、 もう、そう、キルモフ、キルモフ寒いから足入ってないんだよね。いや、本当に買わなきゃなのに忘れてた。めちゃくちゃ忘れてた。入ってるかな、大丈夫かな。明日の話が持つよね。明日まではきっと持ってくるはず。入ってるの、入ってるんだ。全然ちょっとずつ。どうしたらいいの。出てこない。寝れてる。
多分いける。明日まではいける、足りると思うけど、あ、明後日からちょっと怪しい買わなきゃいけないんだから、絶対このリップ好きだから買いたい、同じの違うのでも、違うんだったらあるの、普通に家に、家ってあるんだけど、あるんですけど、違う、今はこれが使いたいの、このこのリップが気に入ってる。このリップはね、ロムアンドのやつ、なんか上がなんか透明になってるタイプのやつの5番、05番ローズスプラッシュ、スプラッシュ、そんな名前だったんだ、見える、ローズスプラッシュみたいな知らなかった、そんな名前って、ロム、ロムで、グロスを塗ります。全然名前とか知らなかった、なんか色味見て、あ、これ可愛いって決めちゃった、変わったから、そんな名前なんて、ローズスプラッシュオッケー。ね、これ塗ったらね、このグロス塗ったらさ、ちょっと濃く見えるんだよねだからまだちょっと足りなくてもまあなんとかなる、明日いや、ただ足りると思うけど、普通にちょっと濃くなる、これあのグロス、ありがとう、プレゼントありがとう。そう、クリスマスのやつ集めてるので、無料のやつとかもチャレンジのとこからチャレンジで受け取れるので、ぜひ投げてくださると嬉しいです。集めてる、ありがとう、たくさんみんな、ありがとう、間に合ってない絶対絶対間に合ってないけど、ありがとう、私の手がね、私のこの手が投げるの、クリスマスで投げるが手を出す用意手の出し方ありがとうみんなありがとう、すごい、乗ってた、え、すごい、あ、これすごい、めっちゃフレームみたいな、ありがとう、すごいありがとう、みんな写真撮ってヘイヘ撮れた、いや、ありがとうございます、2つも撮れた、みんな写真みんな撮れた、ありがとう、ちょっと書きます、書きます、え、でクリスマスっぽい感じにしたい、何、なんかもう書き足したいな、ちょっと待ってね、もう一回、もう一回書くね、そのクマ以外に何かを書き足したい、あ、取れた、お、よかった、よかった、緑だよね、よかった、グラントさん、グラントさん、飲めてなかったね、すいません、あ、これ、え、あ、いいか、グラントさん、ね、これはクリスマスリースだっけ、クリスマスリースのタワー、ありがとうございます、2つもありがとう、ありがとう、
吹きますね今から。クリスマスリース、クリスマスリースね。クリスマス、クリスマスリース。くまちゃん。待って下。ちょっと枠ちっちゃくなっちゃったから、くま違う場所に書くね。右上に書こう。よいしょ。ちょ帽子当てて書こう。ちょペン違うの変えるか。え何書こうかな。ちょ調べていい。トナカイってどうやって書く。わかんない。トナカイどうなんだっけ。見ないと。何だっけ。え、むずい。うん、もうシンプルなやつしか書けないんだけど。なんか書くできないかもしれない。許してね、それ。難しい。初めて書くんだけど、トナカイとか。や、やばいやばいやばい。なんかすごい。可愛くない輪郭になってた。危な。で、あでもぽいんじゃない？うん、ぽいぽいぽい。なんか似てる似てる似てる。いけるいける。あでもトナカイって鼻が赤いから、あどっちにしろ先鼻かかないと顔かけない。いい感じいい感じ。似てるぞトナカイに。あかわいいかわいい。ちょ帽子かいちゃおうかまちゃん。あ、かわいい。かわいいトナカイ。あとはなんかクリスマスっぽいの。か。できるかな。いい感じ、いい感じ。え、かわいいよ。トナカイはかわいい。ああ、危ない、危ない、危ない。落としちゃうとか。ちょっと待って、まあ、いっか今回で。あーでも赤で描いた方がよかったか。赤で描こう。今めっちゃいろいろ描いてるから。ちょっと待って、いやそんな期待しないでね。うまくないから。でここに赤で描き、よいしょ。かわいいかわいい。かわいいかわいい。
多いんじゃない。色が2色しかないけど、青ってなんかクリスマスっぽくないもん。かっこいいじゃん。これだよと書いとけばいい感じになる。いいんじゃない。かわいい、クリスマス感出た。グランツさん、クリスマスリースありがとうございます。ありがとう。トナカイ、クマ、なんか帽子浮いちゃったんだけど帽子浮いちゃったんだけど。でこれは一応クリスマスツリーですちょっと緑しかなかったから、すごいなんかすごい緑のツリーだけど、ごめん、クマ帽子浮いちゃったわかわいい、かわいいよね。でもぽいよね、クリスマスじゃないわ、トナカイっぽい。初めて描いたけど、まあいいんじゃない、トナカイに見える、見える見える。ありがとうございます、グランツさん、クリスマスリースありがとう。たくさんありがとうね、二つもありがとう。え、見えるよね、ほらなんかさ、いやこうなんか自分で描いて見てたら、あ、可愛くできたって思ってたんだけど、なんか画面で見ると全然可愛くないんだけど、大丈夫かな、全く可愛くないんだけど ね、ちょっと帽子浮いちゃった、ね、なんか乗ってる感半端ないよね、クマの帽子。なんかぶってるというより乗ってるみたいなありがとうございます、ね、ちょっと帽子浮いちゃった、うまくかぶせられなかった、落としてしまった、ありがとう。画面のせいにして、いやでも本当だから、なんかちゃんと見たらこう画面越しで見ない、普通に見たら可愛い、でもなんか画面越しで見たらなんかそんな可愛くない、おかしいな可愛いんだけどな、普通にこう見たらね、こう見たら画面で見たらもう可愛くない、おかしいな、可愛いはずなんですけど。あ、すごい雪降ってる、ありがとう、ちょっと遅かった、ありがとうずっと遅い、でも手出したくなっちゃう、なんかさここに出たら乗せたくなっちゃう、乗ってた今ちょっと、ちょっとありがとうありがとうどこ行ったっけ、さっき時計で時間を見てたのどこ行った、持ってた？お、奇跡だわ難しいから、あ、じゃあ明日のお話かは結局、私服にしたよね、私私服って言ったよね、私服、え、ポーズ何にしよう、ツーショットのポーズ
明日のワンショットは、まあ、今日と一緒で、何ファンの方がしてほしいのがあればそれするし、得意なければ予算は短いからね、ワンショットは自分で考えてみたいな、パッて思いついたのみたいな感じで、ツーショットは何でしょうか。明日がな、明日ってこれ、え、何の日明日？わかる人いる？明日26日、何の日だ？見てみるか。12月20日、プロ野球誕生の日、ボクシングデイ、ボクシングデイだけ？うん、でもあとはそんな感じか。でもプロ野球誕生の日、ボクシングデーらしい何がいいかな。何がいい、どんなのがいい。今日はなんかこんな感じのやつだったけど、お任せね、お任せの時だった場合は明日もそれにしちゃおうか、明日も書いちゃおうか。どんなポーズのリクエスト。今日は普通にハートが多かった。こうなんか2人で作るみたいな、こう画面がさってさ、2人でこう片っぽで片っぽでみたいな、1個のハート2人で作るみたいなやつが多かった。何がいいと思う？もう考えてもらうっていう何がいいと思いますか。明日の通常、明日は私服を着る予定です。六本木の夜も綺麗だった。六本木、東京ミッドタウンみたいなやつだね、イルミネーションね、あれ行ってみたかったんだけどね、大行列で諦めたえ、すごすぎて列がえ、行ったのは行ったんですよ、そこの場所まで。なんかすごくてね、え、俺本当に言ってるみたいな列で長すぎて諦めましたね。いや、びっくりするぐらい並んでて、なんかそう最初ね、そのイルミネーションがある方向行ってて、で人が並んでるなーと思って、でな、な、何を並んでるんだろうって思ってて最初そのまさかイルミネーションとか言わないよねみたいに言ってて、でスタッフさん、スタッフなんかそこでなんかやってるさ係の人かなに聞いてみたら、イルミネーションの列でって言われて、そう諦めた。で外に行ってもね、ずっと列があって、その最後尾が外だったえ、めちゃくちゃ長くてね、諦めましたね。え、びっくりした、初めて見た、あんなイルミネーションで並んでるところ。そう、ひなことね、そう行きたいねって言って行ってみたのはいいんですけど、行けなかった、行けなかった、行けなかった、いや行ったのは行ったけど、
ちょっと並ぶ体力がなかった。さすがに、なんかのアトラクションなんかなみたいなぐらい並んでた。ディズニーのアトラクションかなってぐらい。ちょっと待てないねって言って諦めた。ね、本当に並んでたの。めちゃくちゃ多分、ね、みんなが想像してる倍並んでると思う。本当最初ね、その建物の中を見て並んでたから、あこんだけならまあ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 、まあ、頑張ればいけるかなぐらいだったけど、外に出てめちゃくちゃ並んでて、すごい、しかもね、すごい列がね、あもうなんか少しなんか曲がってるぐじゃなくて、もうぐにゃぐにゃなってめっちゃ並んでて、ぐにゃぐにゃして、めっちゃ並んでて、本当にめちゃくちゃ並んでた。なんか本当ね、ちょっと折れて曲がってるぐらいじゃないの、なんかすごい並んでて。でみんなびっくりしてた、その周り歩いてる人、なんか本当にみたいな。なんかめっちゃ並んでて、こんなに東京のイルミネーション並ぶんだってびっくりした。どこのね、六本木の東京ミッドタウンみたいな、すごい有名なところだから気になって行ってみたのはいいんだけど、人が多すぎて残念した。握手会のレーン、いや握手会のレーンみたいにあんな綺麗に曲がってないの、もうなんかもうたなんかさ、いろいろあるから、外にそれに合わせてめちゃくちゃぐにゃぐにゃに曲がってる。ミッドタウンの方、なんかすごすぎて、なんかひなこと言うと、やばいねみたいな。いやそんな並んでるとは思わなかった。なんか行っても人がちょっと多いぐらいかなみたいな、そのイルミネーションのところは人がちょっと多いぐらいかなみたいな、こう写真撮ってるぐらいかなみたいな思ってた。違った、もうそんなレベルじゃなかった。進むになと思って、無理だなと思ってやめました。写真撮る列っていうよりかは、イルミネーションにそのところに入る列だと思う。そのなんか綺麗なところ、多分よくわかんないんだけど、そんな感じないから、行ったことないから、そなんか その列がすごかった。並んでた。入場料かかんなかったはず。かかるとこだっけ、わかんない、忘れた。あんま知らずに行ってる。有名なとこだよね、行ってみようかぐらい。びっくりした、人の多さに。さすがに並ばなかったけど、なんか本当にもうちょっと並べないなっていうぐらい並んでた。少しだったらさ、まだ並ぼうと思うか、そう思えないぐらい並んでた。並んでみる、並んで、いや多分並んだらね、余裕で2、3時間ぐらい並びそうなぐらいあったから、ちょっと無理だった。夜だったしね、行ったのはちょっと
だいぶ遅くなっちゃいそうだったからやめた。ひなも初めて、そんな感じだった。ひな子も初めてみたいな。今までで一番並んだのは何時か。一番並んだの？でも多分ディズニーとかのアトラクションだと思う。並んだって言っても3時間とか3時間180分ぐらい並んだやつはなかったっけな。あると、え、なんかアトラクションで並ぶのは全然待てるの？それならまだ、それならまだいけるじゃん。遊園地のアトラクションで並ぶとかないけど、イルミネーションでそんなには並べない。フレクションで3時間待ちって並んでるじゃない。その時は確かゆきちゃんと行った時のなんだっけな、ランドにあるジェットコースターで並んでた。確か3つ並んだ記憶があるんで、その時はずっと携帯触るか喋ってるか、なんかそんな感じ。めっちゃ並んだ記憶はある。何時間一人並んでる人もいるんじゃない、わかんないけど、一人で並んでる人いそう。一人ぐらいはスプラッシュ、あ、違う、スプラッシュマウンテンじゃない、なんだっけ、全然思い出せないんだけど、でもなんたらマウンテンみたいなやつで、スペースマウンテンでもないやつ、あの残りの一個のやつ出てこないんだよね、名前。でもさ、一人で3時間きついね。すごいわ、相当好きな人だと思う。あ、ビッグサンダーマウンテン、それだ、それ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 、乗った時めっちゃ待った記憶ある。3時間ぐらいとか待った、多分だけど。しながらゲーム何してるか、いつもなんか本当でも携帯触ったりとかあと話したり、そう、永遠に喋ってる、並んでる間ずっと喋ってるの無理じゃん。だってどんなに仲が良くても、だから携帯触ったりとか。いや、どんなに仲良くてもさ、そんな3時間も話続かない、絶対続かなくない？私ときなこでさえ普通にずっと携帯触ったりする時ある。仲はいいけど、そんなにだって普通に触って、あと喋っても、喋ったりもするよ普通に。喋って携帯触って、喋って携帯触っての繰り返しみたいな感じ。別にでもその携帯触って何も喋ってない時間が別にそんなに苦ではないからいいんだけど、すごいね、ずっと喋ってることはないかも。徹夜で行ってひねばよかった。あ、それね、ひなこだよ。ひなこ一回ね、そのディズニー行くって約束してた時に、その前日の夜かなにモンスター飲んで、エナジードリンク。そう、なんか寝ずに来たみたいに言ってて寝なよみたいな。一回やった。強すぎる。マーメイドラグーンってさ、エリアわかるかな、あのエリア C に行った時毎回行くんだけど、 あそこ好きで。あそこちょっとね、ちょっと暗いのね、
照明が。そこの暗いから眠くなるんだよね、あそこ好きだけど。わかるかな、眠くなる。もう一回二人ともそこで眠くなってる。行ったら暗いからさ、ちょうどいい感じで眠くなっちゃう。マーメイドラグンとか好きなんだけどね。ワールプールだっけ、なんか回るやつ、あのアトラクションが二人とも好きで。そう、毎回乗るのあれを。それで行くんだけど、あとそこのさ、そのなんだっけな、ご飯のやつ、そこでご飯食べたりとかよくするか行くんだけど、眠くなるんだよねあそこ。なんかいい感じに暗いから眠くなるような暗さだから眠くなっちゃう。あ、かわいい、今テレビにペンギン映ってる。ペンギンが、ペンギンサンタのパレード、クリスマスの衣装着てる。めっちゃかわいい、かわいい。今はね、そう、ペンギンがいる。かわいい、動物園。へえ、水族館か、すごい。ペンギンさんとめちゃくちゃ可愛い。すごい可愛い。虎の服とか着てる、来年の絵と。もう終わっちゃった。めっちゃ怖いこと、さっきのペンギン。全然水族館とか行ってない。動物園もちっちゃい頃に行ってから行ってないね。配信してない時はずっとテレビつけとか、配信してる時もついてる、音消して音消してつけて。つけてることの家にいるときは、動物のコスプレ可愛い。可愛かったよねさっきのペンギン、見てたのかな、わかんないけど、めっちゃ怖かった今の。そう、めっちゃ怖くて見ちゃった。ディズニーの昼寝してる人初めて見た。いやね、あそこのマーメイドラグーンはマジで眠くなるんだよね。なんかあそこでいつもご飯食べることが多い、お昼ご飯、お昼ご飯食べて、ご飯食べたら眠くなるじゃん。でちょうどいい暗さなのね、余計眠くなる。めっちゃいい感じに、なんか寝る時ぐらいの、なんか寝やすい薄暗さみたいな、わかる。いい感じの暗さだからめっちゃ眠くなるの。ペンギンが帽子か、帽子じゃなくてなんかなんていうの、こうなんていうかな、ポンチョ、ポンチョってなんかこう羽織るみたいな、なんていうの、なんだろうあれ、そんなのつけてて可愛かった。帽子じゃない、お話し会とは違うサンタさん。そう、お話し会のやつはあれはお借りした衣装で、これは自分で買ったやつ。そう、違うやつです。帽子も違うやつ、全部違うやつ。
こうやってしとかないとさ、帽子かぶってるかな、こうこんな見えないとさ、すごい白だけだからさ、こうやってしてサンタ帽感がないから。いや、たくさんありがとう、プレゼントのやつとかいろいろありがとうございます。もうちょっとで1が達成できるのかな、ゴール1が3つあるんですよ、でもゴール1 あと8万、え、これ合ってる、わかんない、更新されてないですね、わかんない、わかんない、ちょっと待って見るね。あ、されてなかった、さっきの。あと8174ポイント、1までゴール1が。ありがとう、たくさん、みんな全身は SNS に載せるか、これはね、あ、これは、あ、確かに、でもこれ全身は撮れないや、ちょっと撮るスペースがないから、撮れても上半身だけなんだけど、今日お話し会で着てたやつは載せてます、インスタ、あ、全身はインスタ、ツイッターには全身は載せてないけど違う写真載せてる、全部自撮りのやつ載せてます。つけて、あ、これはねピアスです、ピアス、ピアス、かわいい、このピアス、今着てる服は、この服は乗ってない、この子今日初めてちゃんと着たさっき初めてちゃんと着たから撮ってないです、後で写真撮って7号号に載せるんでしょ、これ大きいピアス、痛くはない、でもなんかこう引っ張られてる感はあるけどね痛くはないよ、全く。かわいい。明日の話かもしれないね。え、どうしよう。でも、待ってるんだよ。チェックのワンピース着るか、それか他のもっともうちょいクリスマス感があるのにするかみたいな。今のところはチェックのピースでいくって。何歳の頃ピアスあげた？今年ですね今年ですあげた、そんな前から湧いてないんです、時々ちっちゃい頃から湧いてる方とかもいる、赤ちゃんの時に開けたりとかする、なんて風習があるところもあるじゃん。そういうことなんか。今年か、そう今年そんな前からではないけど、絶対長い髪いる、ここに。セイルは長い髪が、どれだこれ長い髪が目に、よいしょ髪がちっちゃい、オッケー、
長い髪、え、どっから来てんの？さっきからすごいここにいるんだよね。どこの髪？何髪の？もういいや、オッケー、できた。鏡見て、そうこれ持ち歩き用の鏡今持ってきて、鏡これめっちゃちっちゃいやつなんだよね、映っちゃう。リップとか塗り直すときにこのサイズ感なんでちっちゃくていいからさ、ここ映っちゃうな、こっちもこのぐらいでいいから。めっちゃちょうどいいサイズでさ、これずっと使ってる。セーラームーンのやつで可愛いんだよね、ハート、蓋がハートよいしょ、ほらハートになってて可愛いな。めっちゃ使ってる。何年か前から使ってる。2年ぐらい前からずっとそう、めっちゃちょうどいいサイズなの、このサイズ感がちょうどよくてずっとこれ使ってる。めっちゃ前から使ってるなと。2年は絶対使ってる、これガチャガチャの。コンタクトつけないとメイクすることないです。コンタクトつけないとメイクできない。メガネだってさ、メイクするときってさ、メガネつけたままできないじゃん。メガネ外してメイクなんてできないから、細かいところができないから、絶対にコンタクトそうつけ、無理、メイクはできない。セーラームーン世代ではない。セーラームーンそんな見たことないだからわかんないけど、可愛かったから、これはこの鏡ガチャガチャしちゃったセーラームーン可愛いよね、あんま見たことない。今来たばっかりだけど今日はだいぶ長く、そう今日めっちゃ長くやってる2時間以上やってる多分に会いたい、あの終わる頃には2時間以上ぐらいやる予定。あと1時間ぐらいあるもんだって切れるまでしますから今日は。長めクリスマスなのでね、長めにしようと思って。プリキュア世代、プリキュア世代は多分みんなプリキュア、みんなプリキュア世代だと、今のちっちゃい子も女の子とかプリキュア見てるだろうし、私はプリキュアはプリキュア555っていう、そのプリキュアの世代それめっちゃ見てた、めっちゃ好きだった。ゲームとかもやってた、それの映画見に行ったりね、見てた。2人はプリキュアを見てたかもしれない。なんかゲームは持ってた、 DS かな、 3DS かな。一人は勉強見てた。あんまり覚えてないけど、アニメはゲームを覚えてる。すごい、二人はプリキュア。でもなんかちっちゃい頃の写真で、その二人はプリキュアのキャラクターの名前忘れちゃったんだよね、覚えてないんだけど、そのキャラクターの服、コスプレみたいな、ちっちゃいそれを着てるちっちゃい頃の写真があった。から見てたのかもしれない。でも全然覚えてない。どんな内容とか。おじゃまじょドレミ。おじゃまじょドレミは名前聞いたことがあるぐらいで、見たことないから全然わかんないんだよね。でもセーラームーンも言うてそんな感じ。全然見たことない。実はね。
これさ達成してる人いるのかな、この今のイベント。いる、すごい。このゴール1は結構いるけど、いやそんないないか。このゴール 3?3 人いる、すごい。すごっ。え、8ポーズ、何やった？絶対見てたよそれ。2人はプリキュアでしょ。ねえ、なんかそう見てた気がしてるんだから。でも全然覚えてないんだよねあんまり覚えてない。ゲームはねやってたんだけど、アニメなんかあんま覚えてないのにお、出てきた猿がいや違う、猿じゃないかなあれ。あ、猿だった。オラウータンだった、猿だった。あ、出た。プレゼントですありがとうございます。みんなありがとう。こうやってしとかないと帽子感が伝わんないから自前のサンタコース、そう自前のやつです。自分で買ったやつ。これはとか今日着てたのと違う、お話し会のやつとは別の。ありがとう絶対遅かった今いや出てここに表示されて自分が手を出してる時点で遅いのそもそもね全然間に合ってない、ウケる無理無理、もう前に無理だ、間に合わないわ、無理無理自分から勝手に始めたのにさ、自分で勝手に開けられてる誰かがしてって言ったわけでもなく自分で勝手にやり始めたのにモコモコしてる、そう結構モコモコしてる。諦めそう。でもここにあったらさ、こう入れたくなっちゃうんだよねあっってなっちゃ う。あでも間に合わないんだったみたいな間に合ってないんだったみたいな感じ。これどうやったらさ、難しい。正面からか、なんかさ、正面から、正面じゃなければさ別に直接合ってるんだったら分かるけどさ、正面からだからこうやってしないとさ帽子かぶってる感がない。意外と暖かいのこの服。今部屋の中にいるからそんな寒くはないかな、部屋だから。その帽子その位置で行くと待ってるの美味しそうだけど、いや結構かぶってるこれ普通に。うわーありがとう、でも間に合ってないんだったありがとう今日のねお話し会でつけてた帽子はね、なぜかね滑りやすくてね、なんかすごいすぐ落ちちゃって難しかった。こっちはもう落ちない。ゆうとつかむリアクションは京香さんが一番かわいい。みんな多分でもね、やってる人がいないんだわ私がなぜかやってるだけ
みんなやらないから、やってないから必然的にそうなっちゃう。ケーキ食べた、もう食べました。さっきチョコのケーキ食べた、10時頃に。もしかしたらぺちゃんこ、あ、なるなる、多分もう根元なってる、ここら辺ぺちゃんこ。あんまり食べ過ぎるとぺちゃんこになりすぎちゃうから、まだ大丈夫なところまでで止めてる、かぶんないでしょ。会場まで3歳って私服で来ました。やばい、普通にあのお話し会の時の衣装はお借りしたやつだから、自分でこれで行って、もしこれのサンタの格好で行ったらね、これで行って違うあのクリスマスの衣装に着替えてってなるから、意味わかんない。二度でもすぎる。着ないのにさ。面白すぎるでしょそれ。着替えるのに。だから言ってないですね、普通に私服ですよ。そんな、今まで見たことない、メンバーとかでもちょっと着替えるのめんどくさいからサンタのまんまで来ちゃったっていうのとか見たことない。周りで行ったらめっちゃ見ちゃいそう、外でいたら。ミドタウンにサンタコスの人たくさんいた。いや全然いなかったよ、みんな私服だったよ。私服、普通の服だった。さすがに歩けない。これとかで歩けない歩けない。さすがに無理だわ、そんな勇気ない。サンタからサンタ、え、もうそう、ほんとこれで行ったらそうなっちゃう。ミッドタウン行ったら多分ねみたいな。ミッドタウンね行ったんだけど、あの入れなかった人、列が長すぎて諦めちゃったから、あの行ったけど見てない。行ったけど見てないっていう。女の子はサンタクロースでずっと歩いても大丈夫。いやダメだよ、ダメダメっていうか、あのめちゃくちゃ目立つよ女の子でも。いや無理だ。女の子だからいけるとかじゃないでしょ。誰でも目立っちゃうよこんなので歩いてたら。ダメではないけどね、確かにいるかもしれないけど、私はちょっと悪いかな、そんな勇気はない。ありがとう、間に合わないけど、間に合ってないけど、プレゼントのやつありがとうございます。うん、ちょっとで1は達成できるかな、これ分かんないけど。分かんないけど。どこだっけ、しとこ。減ってる、ありがとうみんな、75,000あと、ありがとう。
第1弾クリアで何かも第1弾はなんかショールームサンタからのみたいな感じだったね。確かショールームサンタからのちょっとしたプレゼントが12がクリスマスといえば豪華コスメセットプレゼント3が国内リゾート地どこでも行けちゃうどこでも行けちゃう旅行券をプレゼントです。そう、各段階である。豪華コスメセット。ショールームサンタからのちょっとしたプレゼント。なんだろうね。ね、ちょっとしたって。今思い出したでもコスメって言ったからやばいやばい明日リップね今日忘れてたから絶対に買わなきゃした全然入ってないんだよねやばいやばいリップもうないえ今日買うつもりだったんですけど忘れてた買えなかった3がいいよね3どこでも行けちゃう旅行券みたいなやつねすごいよねそれもしそれだったら絶対に行ったことない県に行くなあーたくさんありがとう北海道とか北海道はでも絶対にいつか行きたいと思ってんの北海道はそのなんかお仕事とかでももう何でもいいからいつか行きたいみたいな思ってるたくさんありがとう今え乗ってるんじゃねありがとうえ間に合ってなかったいや遅いあれおかしいな私の画面ではもうバリバリになってたの遅れすぎでしょ私の画面いやどんだけ遅れてんのうん乗ってないえ乗ってたのに私の方では難しすぎるけど冬でも行きたい冬いやでもちょっと今の時期はちょっと寒いかちょっといやーそうだなもうちょっと暖かくなってからがいいかなえでも北海道はずっと行ってる北海道ってイクラが食べたいのイクラとサーモンえほんと食べ物ばっかりなんだけどどこかになんか行きたい観光したいっていうよりかは食べ物食べ物いくらとサーモンだったそうでも今は寒いし雪すごそうだからちょっともうちょっともうちょっとあったかくなったらいいなもうちょっとあったかくなってからいつか行きたいでも。東北ね東北に行きたいとでも北海道が一番行きたいその次は宮崎え全部食べ物なのでも全部なんかその県に行ってしたいことみたいなのが北海道はイクラとサーモンでしょ宮崎に行ったら、うん、チキン南蛮とからめん好きな食べ物が多すぎて何かそこの県とかで有名なものとか食べたなんか観光っていうより宮崎隣なんだよ
隣だけで行ったことない。あんまり行かない。なんか福岡とかは結構大阪行く時だったりとか経由したりとかさあるけど、まあ、熊本はあんまなかったけど、熊本さ、あと修学旅行で行ったから、小学校の時長崎とか佐賀はおじいちゃんおばあちゃんがいるでしょ。沖縄は総選挙の時に行った。で鹿児島はイベントで何回か行ったことがある。3回ぐらいかな、2、3回あるはず。ででも宮崎だけが何もないの。修学旅行でも行かないし、行ってないし。修学旅行もね、その小学校の修学旅行は九州内を行ったんだけど、なんかそういうさ遺跡とかがあるからさ、佐賀長崎で、熊本はグリーンランドみたいな感じだから宮崎行ってないし、イベントもね今までなかったから、これからあるかな、あったら出たいな普通に宮崎のチキン南蛮と辛麺が食べたいだけなんですけどえ、なんか食べれるけどさ、大分でも食べようと思えば、なんかそこのさ本場っていうか、そこの行った時に食べたい、行って食べてみたい。いつか行ってみたい。だから宮崎と北海道めっちゃ真逆だよねそう、基本食べ物なんかここ行きたいとかより、これ食べたいって感じ。熊本もそうだった。熊本も馬刺し食べたいって、熊本さ行った時になんかここに行ってみたいって、これ馬刺し食べたい、これ買って帰りたいみたいな、お土産で、お土産調べたもんだって、美味しそうなの調べて、神代湖美味しそうって買ったりとかお土産まで調べたからさ、基本食べ物韓国も食べ物、そう韓国ね、韓国料理好きなの。こないだ食べた、昨日だよね、昨日食べた。昨日チーズキンパとかチーズスティックとかチーズボールとか、ね、いろいろ食べた。チキン韓国料理も好き、めちゃくちゃ美味しかったからさ、一回行ってまた行きたい。普通に楽しかった。なんか屋台とかでさご飯食べたりしたのね。でも次行った時もっと屋台行ってみたい。韓国に行ってチーズハットが食べたい、食べてみたい。韓国の行った時ね、この前っていうぐらい最近じゃないんだけど、だいぶ前に行った時に、そう食べなかったから、あとチーズあった食べたみたいに。カレーもチーズな、カレーはいやその時の気分なんだよね。チーズナンにする時もあれば、なんか普通のナンも美味しいじゃん。そうだからその時の気分、どっちも好きなの。普通のナンも好きだしチーズナンも好き。そうだから決まってない、どっちも好きって感じ。そうだから誰かお母さんとかと食べ行った時は、一人がチーズナン頼んで、一人が普通のナン頼んで、二人でシェアしながら食べるとかやる。どっちも好きだから。
どっちの名も美味しいから選べないから2人でみたいな。え、早っ、30分じゃん。32分だ今。早っ、あと23分でランキング早っ。あ、今出てたね、ありがとうね。うん、待って、手出しても間に合ってなかったか、どっちみち間に合ってなかったか。カレーならライスより何が好き？カレー、あ、でもライスも好きだよ。何カレーの何の話、何だったらってこと。でもカレーライスも好き、カレー自体が好き普通にカレー自体が好き。何カレーも好き、何も美味しいじゃん。何カレーの店見たらいや、なんか食べたくなっちゃう、入ってみたくなっちゃう普通に好きだから美味しいじゃん。福神漬けが好き、わかる、福神漬けマジで美味しいよね。福神漬けとご飯だけで全然一食いけるぐらい好き福神漬けめちゃくちゃ美味しい。なんか福神漬けさ、家で食べる、家でカレー食べる時とかさ、ちょっと多めに入れちゃう、なんかちょっと多いかなぐらい福神漬け入れちゃうそのぐらいの感覚ぐらいまで入れる、好きすぎて。グリーンカレー、グリーンカレーあんま食べたことないんだよね。よく食べるのはキーマカレーとかチキンカレー。キーマカレー、キーマカレーってひき肉が好きなんだよね。ひき肉、ひき肉が好き鶏肉とかより断然ひき肉。いや、なんか鶏肉は、まあ、ひき肉もあるけどさ、軟骨、軟骨、あ、インターネット動かないや、軟骨、軟骨が好きじゃない。なんか食べててさ、ガリってなるのが好きじゃない、カリみたいな感じで、そう、なんかが好きじゃなくて、もうあるけどさ、ひき肉も、ひき肉の方が当たる確率が低いからそう、鶏肉はね、そこ、それが好きじゃない。なんか親子丼とかもあんま食べない、親子丼より卵丼がいい、卵だけでいいみたいな。チキンカレーとか、だからお店行った時はあんま選ばない。うん、あんまり、そうだから鶏肉が好きじゃないか、美味しいんだけど、味が、軟骨があるのが好きじゃない食べてる時に食べ、なんか軟骨食べちゃった時が好きじゃない、食感が。鶏肉自体の味は全然いいんだけど、それが嫌分かんないじゃん、見た目じゃん、見た目で分かるのもあるけどさ、分かんないやつがいるじゃん、時々食べてから気づくみたいな、それが嫌。軟骨の唐揚げ、あ、頼まないね最近。でも前はね、砂ずりの唐揚げ好きだったの、なぜか。いや、なんかそのさ、もう硬いって分かってて食べるんならいいんだけど、なんか分かってなくて急に来るのが多分いいや最近は全く食べない、ずりから、砂ずりの唐揚げとか軟骨も食べない。親子丼でガリってなったことない、嘘ない、よくよくって結構あるんだけど、もうそれであんま親子丼、親子丼美味しいんだけど、それなるのが嫌だから
卵だけでいいかなみたいな、卵と玉ねぎの卵丼だけで取りにくいかなみたいな。焼き鳥屋、焼き鳥屋さんあんま行ったことない。そうでも焼き鳥は、焼き鳥も好きだよ。焼き鳥は好き、皮が好き普通の焼き鳥も好きだけど、何の話してるの。そう、食べ物の話してる。なんかでもそのさ、卵丼がいいっていうのはさ、その親子丼のさ、鶏の方より卵の方が好きなんだよねそうだから普通にない方が好き。美味しいけど鶏肉も、そのなんか卵と玉ねぎが美味しいそうだから全然卵丼でいいみたいなでも家で作る時さ、絶対さ鶏肉入れるからさ、お母さんが。そう、できるだけあんま取らないように、少し取るけど、少しないとやっぱちょっと寂しいから、少しだけ取るけど、そう私以外はみんな好きだからさ、普通に取りに行く。ちょっと卵多めに取っちゃうむしろなくていいみたいな感じだから、取りに行く1、2個でいいかなぐらい卵の方が好き、取りに行くとかの具より。卵とか玉ねぎ、鶏肉自体は嫌いじゃない、嫌いじゃないけど、その軟骨に当たった時の、あ食べちゃったみたいな、ガリってなる食感が好きじゃない。急に来たみたいな、なんか分かってて食べるんならいいの、釣りからとかまあいいんだけど、そう何も食べないね。そうだから焼肉屋さんとか行っても鶏肉頼まない、私は。このカルビとかムライス、あケチャップライス、ケチャップライスは大丈夫、そんな当たったことない、軟骨。でも親子丼は何回かあるからもう当たりたくなくてうん、焼肉はホルモンが好きだから、あんまそんな、鶏肉でも食べるけど、妹たちは、私は食べないみたいな。釘に当たったみたいな言い方そう、軟骨に当たった好きじゃないの、そうなんか急に来るのが好きじゃない、分かってたらいい。そう多分分かんないよねみんな多分ね。そう別に味自体が嫌いってわけでもないし、味は好きなんだけど、なんかね普通に親子丼とか柔らかいと思って食べてたら、なんか急にガリってなるのが嫌わかるそう柔らかいと思って食べてるのになんか硬いみたいな、すごい嫌。中津の唐揚げ、中津の唐揚げはでも唐揚げはそんなない、硬いみたいな、あんまないから大丈夫。あるのもあるけど、あるのもあるけどね、そういう時は抜けちゃう好きじゃないから硬いとこだけ、硬いとこだけ切り離してあと食べるみたいな。親子丼なら卵丼もめっちゃ分かる。え本当に私のお母さんとか妹たちは分かってくれないんだよ、鶏肉が好きだから普通に絶対鶏肉あった方がいいってみたいな感じだから、そうやっと分かってくれ分かってくれる人がいたそう鶏肉あっても1、2個でいいんだよね、丼に対して。でも おかしいよね割合、分かってるのよ。 そのぐらい卵と玉ねぎの方がいい、好き卵の方が好きなの。
私のお母さんたちは鶏肉が好きだから絶対入れるの。卵丼なんて作んないもはや。卵かけご飯はなんかね、その卵黄だけならいいんだけど、なんか卵白を生で食べるのあんまり好きじゃない。ご飯あんま好きじゃない。わかるかな。卵黄はいいんだけど、卵白はな、生、白身の生なのはなんかそんなに好きじゃない。うん、美味しいのは美味しいけどあんま食べない。え、火が通った卵白、普通に白身は好きなんだけど、卵焼き目玉焼きとか卵白好きじゃないか。生だとね。そう、あんまそんな卵黄だけで卵かけご飯とかやったことないけど。やったことないけどね。卵かけご飯そういう時普通に白身も入れてやっちゃってるけど、あんまり好きじゃないけどね、卵白生なのが。それあんましない、卵かけご飯全然しない。もや火を通ったトマトだ。そう、火を通ったトマトね、美味しくなくなっちゃう。味が変わる。なんかピザの上にさ、ミニトマトさ、火に通ったやつ置いてあるやつじゃん。なんだっけあれ、マルゲリータかな。 TKG 食べたこと、あるけどそんなに食べない。全然食べないってこと。普段しょっちゅう食べますとかわけじゃない。全然食べない。ピザの上にさ、ちっちゃいトマトをさ乗せてあるじゃん。私の妹もそれ嫌いでさ、すごい抜けてた。そう、なんか火の通ったトマトも味が変わる。トマト火通ってる、なんか違う。普通のトマトは普通に好きなの、美味しい。生のトマト美味しいけど、なんかね、なんだろうね、なんか無理なんだよね、火が通ったやつは。トマトスープとかだからあんま好きじゃない。味が変わる。なんか食感が苦手っていうよりかは、食感は全然大丈夫っていうか、普通のトマトが食べれるから、食感がなんかトマトのドロッとしてた、トマトだよね、ドロッとした食感が苦手とかいうわけではなくて、味がダメ。焼いた火が通ったトマト、焼いたトマト味が好きじゃない。トマトスープとか好きじゃない。ミネストローネはなんか給食で出る、なんか、あ、でも物によるか、なんかトマトがめっちゃゴロゴロ入ってるやつは好きじゃない。ミートソースは好きだけど、スープ、なんか、そう、あんまり火が通ったトマトで、普通の生のトマトは好き、サラダとかの、もはや好きって感じ。けど火が通ったら、あ、いいやってなっちゃう。妹二人ともさ、普通、あ、どっちだ、中一の妹は忘れちゃったけど、高一の妹は好きじゃなかった。私と一緒だった。そう、火が通ってなければ全然好き。でもそのピザとか火が通ったやつは好きじゃない。トマトね、トマトの話。なんかね、トマトジュース飲んだことないんだよね、私。トマトジュース飲んだことない。わかんない。だからでも野菜ジュースは好きじゃない。なんか野菜ジュース美味しくない。ものによるけど、ほんと美味しいやつもあるんだけど、美味しい、なんかオレンジみたいな味がする野菜ジュースもあるけど、
なんか普通の野菜ジュースあんま好きじゃない味が。野菜ジュース、その野菜ジュース飲むぐらいなら普通に野菜食べた方がいいってぐらいあんま好きじゃんそう、でも好きな野菜ジュースもある。オレンジの味が、オレンジみかんみたいな味がする野菜ジュースは美味しかった。なんかビタミン C みたいなやつ、それは普通に美味しかったんだけど、なんか普通の野菜ジュースはあんま好きじゃなかったその野菜の方が好きだサラダの方が青汁はなんか好きだった。最近飲んでないから分かんない、多分好きだろうけど分かんない。おばあちゃん家によくあってさ、青汁入れて牛乳入れてこう振るやつでこうやってめっちゃ飲んでたみんな好きで、妹も弟もみんなよく飲んでた。青汁、青汁は好きだった。でも野菜ジュースはそんな。ピーマン、あ、ピーマン食べれる。でも人参は、あのゴロゴロした人参が好きじゃない。あと人参のなんか甘いやつなんだっけ、甘いやつは好きじゃない甘く煮たやつみたいなのあるじゃん。あ、そう、グラッセ、グラッセ、それそれそれが好きじゃない。なんか甘いのが好き、なんか人参の甘い感じがあんまりみたいな。スープとかにさ入ってるなんか細く切ってある人参とかは全然いけるけど、普通に食べれるけど、ハンバーグとかにさ一緒に乗ってるなんかでかい人参とか、人参のグラッセは好きじゃないそうそう、ステーキとかに乗ってるね、あのゴロゴロしたやつ、ポテトとかさブロッコリーとかと一緒に塗ってるやつ。セロリ、セロリ食べたことないよ。仕方なく食べる。あ、そう、わかる、そう、乗ってたら食べるけどあんまり好きではない。だからまず最初に食べる、その人参を、ハンバーグとかそんな出てきたらもう最後に食べたらさ、最後人参の味じゃん、だから嫌だから嫌だから、そう最初に食べた。スープとかに入ってるあのちっちゃい感じのやつ、ちっちゃく切られてる感じのはいける。ちょっと大きいと、大きいとめちゃくちゃ味がするからちょっとって感じだけど。パクチーも、パクチーはね食べたことないね食べたことないね。基本出されたら食べるけど好きではない。グリーンピース、グリーンピースとか余裕でいける、よくいるけど食べれない、苦手みたいな、もう全く思ったことないカリフラワーとどっちも、いやどっちも普通に好きだよ。でもカリフラワーはあんまり食べる機会がないから、ブロッコリーの方がよく食べるからさ、よくよく食べてるか、料理とかで出てくることの方が多いから、ブロッコリーあんま食べたことないかも。カリフラワーなん あるのはあるけど、そんなにブロッコリーよりかはない。でもどっちも食べれるよ、普通に好きだよ。シューマイのグリーンピースになって、え、シューマイの、シューマイだけ、シューマイ、グリーンピースはいけるんだよね普通に。ピーマンとかもゴーヤとかも全然いける。ホワイトアスパラ、ホワイトアスパラ食べたことないかもしれないあんま記憶にない。エッセン残すって聞こうとしたけど、そもそも頼まないか、どんなのだろう。なんかハンバーグについてきて人参とかだったら全然食べるけど、そうだね、あの焼いたトマトが乗ってそうなピザとかは頼まないかなそう、トマト
人参のグラセとかも頼まない。人参の料理とか、人参のグラセ。でもこの間人参しりしり食べたんですよ。でもそれはめちゃくちゃ美味しかった。人参しりしり美味しかったけど、人参のグラセは多分無理だね。人参のピクルス美味しい。ピクルス食べる気になれないかも。そう、沖縄料理、人参しりしり美味しかった。初めて食べたんですけど。2月の河南市会は何かコスプレとか、2月の河南市会はする予定はないんですけど、ちょっとバレンタインが近いから、バレンタインなんかなんていうの、そういう可愛い感じの格好ができたらなと思ってます。まだ決めてないです。まだ決めてないです。ゴヤチャンプルみたいなもう食べたよ。美味しかった。これはいける。焼いたトマト乗ってたら全部外す、あ、外しちゃうかも。食べれるって人にのピザの上に全部乗せちゃうかも。再販月曜までです。月曜、あ、そってじゃん。ぜひ皆さん会いに来てください。いや、2月です。2月20日だった気がする。話か、ぜひ皆さんがたくさん会いに来てくれたら、もしかしたら次のシングルとか出た時に、もしあればね、お話し会が増えるかもしれない、部数が。会いに来てください、ぜひ。新チームコントかの話で、あ、そうじゃん、2月の20日だから、え、できる、楽しみですね。いて、って思ったある日増えると嬉しい。だよね、そう、そう言ってくれる方とか、そうちょうど合わないみたいな、少ないからね、今日程が。なので増えるかもしれないので、かもだけどね、確実とは言えなくないから。会いに来てくれると嬉しいです。ぜひお話ししましょう。時間だ。ありがとう、教えてくれて。早っ。もう2時間経ったんですか。あ、ちょうどランキングが変わったね。じゃあ13位から読みます。13位、まさむねさん、ありがとうございます。12位、 WY アップマーク影の守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。11位、香港の春マートマーク、お話し会ありがとう。サンタ教科おいさん、ありがとうございます。次、10位、としのりさん、ありがとうございます。9位、バトニーさん、ありがとうございます。8位、ラスカールさん、ありがとうございます。7位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。6位、ウドさん、ありがとうございます。5位、元気さん、ありがとうございます。4位、4位、にゃこアットマーク、メリークリスマスさん、ありがとうございます。次、3位、カズさん、ありがとうございます。次、2位、博多バリカタマンアットマーク、強化軍団さん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。みんなありがとう、長い間。めちゃくちゃ長い配信だったのに、ありがとう、見てくれて。切れるまでしますね。明日は私服を着てお話し会しようと思ってます。私服
で配信は夜、配信も夜、今日みたいな感じで夜しようと思います。ギフト達成で、あ、確かにね、明日まで、明日まで無料の持ってたら投げてくださると嬉しいです。嬉しいです。過去最長の配信、過去最長かな、いや違う、過去最長はあれだよ、温暖化でクリスマスで配信した時、もう2時間ってレベルじゃなかった、めちゃくちゃやったもんだってあの時。その時かな多分最長。懐かしいね、去年の今頃やってたんだよ、そんな経ったっけってぐらい。早っ、そっか、もうそれも去年なのか、温暖化でやったクリスマス配信。明日の服配信で着てくれ、明日のお話会の服そのまま着る予定ではいる、明日の話会で着る、あとこういう写真撮って755に載せるね、全然撮ってないか、こういうことやって載せます、忘れないんじゃないか、あとリップを買う、明日はすぐ忘れちゃうから。リップね、買わないとないから、やばい。去年12月22日が8時間だった、8時間配信、温暖化のやつか、長すぎでしょ。すごいな、ファンの方もよくよく見よく8時間を8時間ずっと見てないか、すごい、ね、見てくださって嬉しいね。懐かしい、でも楽しかった、いろいろ企画やったりしてね、明日はリップを買う、すごいとこ。明日の足は夜ですね、あと1分、あ、本当だ、あと1分くらいで消えちゃうわ、じゃこれからですね、そう、これからちょっとだけ練習して寝る。じゃそろそろ切れちゃうかな、じゃ ありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい、また明日、おやすみ、ちょっと早かった。あのもうちょいやる、また明日、あと10秒ぐらいだ、切れちゃう、ありがとうございました、バイバーイ、おやすみなさい、また明日。